おはようございます。プレイステーション4版シュレック2パート5第5回目。クッキー、クッキー、クッキー、クッキー。クッキー、クッキー。ああ。クッキー、クッキー。クッキー、クッキー。クッキー、クッキー。Unbeknownst to the crew, Gingerbread Man had whipped up a monstrous cookie creation to help defeat Fairy Godmother. Unfortunately, his weapon of mass destruction turned out to be a mass of doughy devastation. Huh. Help! Knights are attacking the giant cookie but destroying the city! Only you can put out the fire. Well, take care of this. Great. I'm going on a porridge break. Get in the trucks when you're done.何これ。あ、火を消す。はいはいはい。見逃すとこやった。邪魔です。あれは消せない。いい感じで消せてるな。あれ消せんのかな。邪魔なやつは壊していったらいいのかな。おお、消えたな。うん。どうやって消すの？これはこっからじゃ消されへん。どっかにあるんとちゃうかな。もしかして狼の服？お、消せた。うん、消せた。上の住民のマークみたいなのがあるけど。これは何？逃げ惑う住民、民。え？どうしたらいいんだろう。
can't see what happens. Huh. 逃げ遅れた人、これどうしたらいいの？うん、ああそういうことか。ドアが閉まっ、ああなるほど。そういうことか。それで何人かもすでに助け入れたんやね。これも助けてあげたんかな。全員を助けてないの。6人はどこにおる？ここか？やっぱもう助けてあげたんかな。で3人か。これやな。はいはいはい。グッジョブ。Now will you get that lunatic cookie monster out of my town? He's a huge fire cold fighter.どうやって追い出したらいいんや。違うな。この剣士たちはなんで俺と戦おうとしてるんでしょうか。クッキーマン乗されてるやん。上の方には注目すべき。
もうちょっと小麦粉がいるってそういうことやったんか。クッキーマン、クッキーマン先輩。狼にも準備して砲台に立ってもらって、俺は行くと。違うな。クッキーマン移動する。で、狼も移動する。はいはい。はいはいはい、助けてあげるんやな。なるほど、暴走してしまったってわけじゃないんか。なるほど、はいはいはい。乗っけてくれる、ありがとう。あ、優しい。優しいことはないかです。1億枚？
何をする？クッキーを目印に攻撃してくれる優秀。はい、おほほ、超優秀。クッキーもやられたさ。クッキーマン起き上がってくれ。クッキーマンがおらんかったら何もできんからね。おお、やられた。よし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 、あっちゃ。届かへんぞ。おお、やばい、暴走してる暴走してる。あ、これここじゃあかんのかな。まっか、なんか。あれ、あの、よっしゃ、クッキーマン大ボス。いなくなった。これ倒していいの？
うん、倒したらあかんっぽいよな。風船を攻撃するのよ多分。多分そうやな。オッケー。ああ、オッケーじゃない。ファミリー。いや、このクッキーマンが、まあもうブラザーみたいなもんやから。ブラザー？いや、海の親からファーザーか。まあ何でもいいか。最終決戦。最終決戦。If Shrek and Fiona didn't kiss before midnight, they would be transformed back into ogre form. But what do you know? Those crazy kids decided to go for the ugly. Love can make you do some pretty strange things. If you don't like awkward kissing scenes, then turn your head. That's more like it. You're beautiful. And you are truly handsome, Shrek. No! Why? I think my carriage is double parked. You're not going anywhere, you incompetent little toad. Ribbit! Hey, Toots! You can't zap my father like that! I will never marry your son. Looks like we got our happily ever after without your help. Anyway. はあ、はいはいはい。はいはいはい。はあはあはあ。この砂時計は何なんや。結局最初から最後まで分からへんかった。そこまでこう知りたいと思ってなかったかもしれんけど、
やばいやばい、やられた。おあ、やってもだ、これ2匹、2匹来るパターンやな。違う、これ1匹倒したな。普通の攻撃じゃダメージを食らわへんと。違う、ここが若干ちょっと遅かった、返すのが。で、これで鬼肉あんま取らん方が良かったな、多分。Guess you underestimated us. The only things I underestimated were trolls and elves. If you want something evil done right, you have to do it your evil self. ないよ。コンピューターもちゃんと回避してくれてるね。シュレック黒取るで。あ、ジャンプ。ハンと剣ワールに回っていって、あ、当たってもだ。一発マジか。 How about this for your happily ever after? What's the matter? Not a troll fan?赤が、え、むちゃくちゃなってる。あ、おにんにく。あ、2つ飛んできた。2つあって。ロバ君。
あ、もしかした。あれ？あれ？おかしいな。こうか。ここに入っとけば、多分返す。ほいほい。Now I'm really mad. はい、おかしいな。シュレックにしよう。お姫様。あ、ちょっと待った待った待った。あら、なにこれ、なにこれ。あ、やられた。やばいやばい。You're very soft. おいしょ。俺ができるのはジャンプでこれや。これや。よしよしよし。あ、閉じちゃった。まっか。あ、ジャンプ、ここでジャンプよ。は？誘導ミサイルみたいな。なにこれ。あ、これなぁ。これよ、ここよ。ここよなぁ。ここは、まあ、やられてしまうかもしれへんので、あえてニンニクは取らずに、ニンニクポーション。はい、ジャンプ。ジャンプ。これよ、誘導弾みたいな。フェイント今の。誘導弾と見せかけて。見せかけて。何やこれ。これ何タイムや。フェイントかな。あっ、降りてきた。おっしゃ、アタックや。あ、倒した。 What do you know? I can be beaten. Need a whole box of tissue. No first thing the world go round.Shrek and Fiona got their happily ever after, after all. Now put down the controller and go outside to play. We're done. Really. It's over. That is all, folks. Clear. Ah, これ end roll やね。はい。あーということで、プレイステーション2版のシュレックは5回でね、クリアできました。まあ、難しくはなかったよね。で、シュレックの話、元向けの話を知ってた方が、あと、あの昔の、あのなんや、グリムドア?でもなんやら、ドアも知ってて、もっと楽しめるかもしれんね。はい。ということで、今回はこの辺で、まあ、エンドロールが終わるまで、そこエンドロール見て、なんか特に何もないっていうことなんやけど、やろうけどね、ちょっとまあ見とこうか。はい、じゃあまあ見ます。
まあ、エンドロールって割と好きなんよね。こう映画とかもそうやけど、こうそのゲームの最初から最後までこう振り返ったりもできるし、ね、こう余韻に浸れるっていうか、まあ、映画もそうなんだけど、なんでその時間に、ね、映画とかは立ち上がったりね、なんか喋り出したり携帯いじったりっていうのを見ると、ちょっと正直なところは言ってしまうと、まあ、思うところはあって、うん、ちょっとやめてくれへんっていうのは思うこともあるんだけど、まあね、それをしてしまうような気持ちもわからんではないと。もう内容こう2時、まあ、映画やったら2時間か3時間、まあ、1時間半とかもあったかな。花をずっと座って見てて、バッ、画面変わりました、エンドロール流れました、まあ、疲れたこれなるのはわかるんやけど、最後までねその時に楽しみたい人がいるんでね、まあできれば映画なんかはこう静かに、まあ、静かに立ち去るっていうのもありやと思う。なんかもうこうかがんでね、前の人実は邪魔にならへんで、全然普通に歩いてくれても大丈夫だよってことでもかがんでね帰ろうとしてくれたりする人も見かけるんで、そういう人見るとね、ああこの人さ、分かってるか分かってへんかは分からへんけども、この人は周りのために、ね、周りの人のことをこう考えて行動しちゃうねんなというふうには思います。なんでかとかいうね、自分も今ゲームのエンドロール中にむしゃくしゃ喋ってるんで、これ良くないよね。こう余韻浸りたいっていう人がいたらね、こう人が喋ってるこれがアノイになってしまう、ことも考えられるしね。まあそうやね、ここは難しいところで、なんでゲームのエンドロール、これまたこれゲームのエンドロールは飛ばす人多いんかな、もしかして最初から最後振り返っていく、こう余韻に浸るみたいな、もしかしたらあんまないんかもしれんね。でも俺もちょっと振り、こう喋りながらではあるけれども、ちょっと振り返ったりしてるよね。映像がこう頭の中をパーって順番に上から下に流れていってるような、そんなはないけど、そんなはないけども、うん、エンドロール見る派見ない派、ゲーム映画、うん、ドラマの、あ、ドラマの関係とか、エンドロールな、見る派見ない派、これちょっと考えて、考えてじゃないな、見る派見ない派でね、またお話できたらいいかなっていうふうに思います。ということで、今回で本当に終わり。まあ、ボーナスゲームできるみたいなんやけど、まあ、気になる方はぜひやってみてください。ということで、ありがとうございました。シュレック2、今回で終了です。おやすみなさい。